自民党参院選の公約を発表消費増税の時期を2019年10月と明記自民党は今日消費増税を2年半延期しその間は赤字国債に頼らずに安定財源を確保して可能な限り社会保障を充実させるほか憲法改正を目指すことなどを盛り込んだ参議院選挙の公約を発表しました。 民進党の岡田代表は先月増税を2年延期する一方社会保障の充実は先送りせず赤字国債で財源を捻出する方針を打ち出していて選挙では主要な争点となりそうですまた大阪維新の会も公約を発表大阪を副首都に位置づける首都・副首都法の制定のほか憲法を改正して教育を無償化するとともに 国会議員の定数と議員歳費の3割削減を提案しています。 えー、というわけで、えー、自民党などがねあの、いくつかの党がマニフェスト、公約出しましたけれども、今、手元にはです、ね、維新の方はちょっと会員版しかなくて、はいえっと、自民党のほの、えーまあの公約しかないので、ちょっと勝手にシリーズ作っちゃおうかなと思っていて、各党のマニフェストが手に入ったら、らはい、公約集が出てきたら、はいえー、それをちょっと開示するっていうね、ええの選挙まで、まだちょっと時間ありますけれども、はい、ちょっと考えたいと。 貴重な一票ですから、うんはい、あの、どうこうに投じようかなということで、お考えの皆さんにちょっと、えー、判断材料になればなと思って、ちょっと一投ずつやりたいなと思います。というわけで今日は自民党から、はい、ということにしましょうか。自民,かはい、自民党のマニフェストのですね、特徴は、まず中身に入る前に、パンフレットのデザインに注目してく、あの、注目してみましょうか。デザインですか、ね、はい。参議院選挙公約2016というその公約集の、パッとめくると、見慣れた写真というか、つい最近見た写真が、 出ていますよねさて南部さん、この写真広島の、はいえー、オバマ大統領の訪問の際に、喧嘩したところです,、えー、そうですねちょうど、2人が立っている、はいそあ、それ一番最初にこの写真ですか。出てるわけですね、オバマ大統領とそれから安倍首相が向き合ってこう語り合っている。 っていうシーンを選んででるわけですね、はあ、でパラっとさらにめくると、ですね、まあ、G7 で、えー、安倍首相が中心となっていろんな議論をしている様であるとか、ロシアのプーチン大統領と、まあ、あの1対1でこう話している写真とかを散りばめて、これまで日本で安倍首相というのが、まあ、世界の外交をしっかり動かしてきたんだっていうような、そうした成果に生かしている。 っていう、その、アピールに使っているっていうことになるわけですね。で一番最初に出てくるのが、その原爆ドームの向こうに着れた異例の日の、あのー、前でオバマ大統領と向き合っている写真をトップに持ってきたっていうのが、はい、まあタイムリーであると同時に、まああのオバマ大統領を迎えて、うん、ええー、まあ歴史的な偉業を成し遂げた安倍政権というような形で、安倍政権の一つのまあ成果として、うん、あの日の出来事をまあアピールしているっていうようなところから、この公約集というのは始まるわけですね。で、一番冒頭に、 安倍首相の、まあ、安倍晋三総裁の、ですね。自民党ですから。安倍晋三総裁の、あの、言葉というのは、まあ、えー、掲載されていて、はい、そこでは、中小企業の倒産は 3, 3割減少し、えー、雇用は110万人増えた。全国津々浦々、誰にでも仕事、一つ以上の仕事がある。史上初めて、えー、そういった状況になったんだ。っていうようなことを言っていて、成果,成果を誇っているわけですね、はいで。しかし今、世界経済がリスクに直面しています。 っていうリスクのえ、えー、認識を G7 のリーダーたちと共有しましたって書いてある。うん、つまり、アベノミクスは順調だけども、世界経済が今リスクに直面しているから、しぶしぶ、やむなく消費税増税というのは2年半延期しなくてはいけません。この道しかありませんというようなことがまあ書かれているわけですね。あはい、まあ今はようやくなんですけど。<ー>でその後、オ間マ大統領による被爆地広島への歴史的訪問が実現しました。 共に全ての犠牲者に哀悼の誠を捧げました。みたいな仕方で書いた後、 日米が力を合わせて世界の平和と繁栄に貢献するその決意を新たにしたっていうことを書いて、で、その後平和安全法制の成立とか、北朝鮮のミサイル問題とかいろいろ書いてですね、平和のために祈りを捧げるあの広島の県を、一方に日米関係と、それから海外の危機を煽ることで、安全保障の議論につなげていくっていうような、そうした前書きを、まあこの中ではしています。で、具体的な政策はどういうふうことが書かれているのかということなんですが、まあアベノミクス新三本の矢ということで、 もともと、えー、GDP600 兆円目指しますよとかですね。それから、えっと、まあ、対、えー、 介護離職をゼロにしようとかですね。それから希望出生率の1.8かなを実現しましょうっていうような、そうしたことを言っていたりしましたよね。はい、で、それに合うような仕方、そういうような仕方で、いろいろな政策というのが、まあ,あの、紹介されていくというような格好になっています。で、例えば、GDP600 兆円どうやって達成するのかというと、人工知能などの新たな成長市場を作り出しますっていうことを言ったりしてるんですね、はいまあ。国ができるのかっていう問題はあるんだけど、そういうふうに言っている。うんうん、それからイノベーション。 やっていくことで、成長率高めます。とかね。デフレ脱却確実にします。で、観光立国として、 あの、海外からの訪日、えー、客数を増やしますとか、うん、まあ、そうしたことをいろいろ言ってる中で、長時間労働の是正、高齢者の雇用を促進しますとか、最低賃金1000円を目指しますとか、同一労働同一賃金を実現することで、正規と非正規の格差を是正しますといった、これまでどちらかというと、えー、野党の側が、まあ、主張してきたようなことも取り込むことによって、うん、選挙で、ある意味、その中間層、具体的な支持政党がないような中間層、はい、特に保守でもリベラル でもないけれので、まあ、こういった政策をやってほしいよねって思っているようなところは取りに行くっていう、そうしたマニフェストの内容になっていますね、うん、それからあの女性に対するあらゆる暴力を根絶しますとか、または原とか、そうしてセ,、はい、セクハラとか、うんあの、そういったものもなくしていきますということを書いていくことによって、まな、あ、んでしょうこう、やっぱり。 え、野党のお株を奪うというような、そうしたようなことも書いていたりしますね。で、幼児教育の無償化を一層進めますとか、えー、まあ、介護問題についても、いろいろと人材の拡充をしていきますとか、まあ、そういったようなことを、ま、いろいろ書いていたりします。で、先ほどのセクハラ・マタハラの問題だけではなくて、はい、え、育児休業の、 拡大、拡充とかね。ベビーシッターの拡充とか。えー、それからですね、えー、っと、ブラック企業に対して、しっかりとメンタルヘルスの対策を進めると同時に、えー、インターバルの確保を進めると。インターバルっていうのは、はい、働き終わりから次の働き始めるま,、うん、までの時間。うん、これをインターバルと呼んで、うん、しっかりと一定時間休むような法律を。間を空けるということですね。はい えー、仕事仕事作ると。い。うような、はい、あの、形。しかし、これに関しては、インターバルの確保っていうのは、企業の取り組みを進めますってなってるので、よくよく読むと、企業に対して、疑問づけて規制するというよりは、企業に対してそういったことやってくださいねっていうような、呼びかけなのかな、どうなのかなっていう。うん、まあ、その後に温度差とかもちょっと色々見えたりするわけですね。 あとは、性的思考、性自認に関する、広く正しい理解の増進を目的とした議員立法の制定とともに、各省庁が連携して取り組むべき施策を推進。 っていうようなことを書いていて、社会全体が多様性を受け入れていく環境を目指しますと。いわゆる LGBT、セクシュアルイマノリティの方々へも、はい、もう自民党は取り組んでいくんだ、みたいなことを言っていたりするわけですね。で、性自認だけじゃなくて、性的指向ということが書かれているので、要は、あの、トランスジェンダー、はい、例えば性同一性障害の当事者の方だけじゃなくて、レズビアンやゲイの方にも、 何か配慮したようなことをやりますよっていうようなことは謳われている。うん、それから具体的どういったものなのかというのはこれからね、法律見ないとわかりません。という形で、野党のお部を奪いつつ、アベノミクス3本の矢を実現するっていうようなことをやりますみたいなことが、割と全体的にまあ書かれているというようなところがあります。しかし、えー、まあ、同時にね、丁寧に読み込んでいくと、えー、何をしますっていうふうに書かれている背景には、何をしますと書いていないっていう,うん、うん、 ところもちゃんと読まなきゃいけないわけですよ。例えば、いじめや不登校、発達障害等への対応力を強化するために、教員の能力をさらに高めるとともに、スクールカウンセラーや特別支援教育支援員の配置拡充に取り組みます。というふうに書かれてるんですね。うん、今日僕、ちょうど、えー、あの、滋賀県大津市の方に行ってですね、あ,はい、あの、いじめ対策の条例を改定する。 あの方針を改定するっていうためのメンバーでやっているのでちょうど中学校の視察に行ってきたところなんですよ。そうでしたか学校の先生とかそれからあの生徒たちと話し合いをして聞き取りをしてどんな教育課題があるのかというようなことを話し合ってきたんですね。でその時にやっぱり出てきたのがやっぱ現場の人っていうのは人手が今足りてないからやっぱりそこっていうのは地方自治体だけじゃどうにしようもならないっていう声聞いてきたんですけどよく読むとこの マニフェストのこの部分、教員の能力をさらに高めるとは書いているんだけれども、教員の数を増やすとは書いていなかったりするんですね。となると、はい、教員の能力をさらに高めるっていうふうに言うけれども、結局は現場の先生にさらなる負担を求めるというような方向には舵事を取るかもしれないけれども、例えば財源を確保して、教職員をしっかりと増やしていくとか、数を確保するっていうところはここは歌わないんだなっていうことが、例えば見えてきたりする。なるほどうん。 っていうところがあったりすると、はい、他の政党がもしそこで教員を増やしますっていうことが書かれていれば、ここは違いだなっていうことに気づくことができるわけですね。はい、あるいは、家族のあり方っていう部分があって、婚姻時における夫婦の性や親子関係のあり方など、家族に関わる様々な課題について国民的な議論を深めますっていうふうに書いてるんですね。これよくわからないでしょわからない。 これは、あの、これは、夫婦別姓のこと、選択的夫婦別姓のことを意識して書かれていることや、<ー>え、親子関係のあり方などってううに書かれているので、などってか,かなり広いですよね。広いです、ね、だから例えば三世帯同居のこととかも含まれるんだろうかとか、そういう自民党が推進している。うん、でも親子関係のあり方って言ったら今度はね、その生活保護とかの時に、親子でちゃんと扶養義務を課すとか、はい、そうしたことも親子関係っていうことになってきているので、そのあたりはかなり広いことになってますよね。ということは、この生徒は、 選択的夫婦別姓を導入しますとか、そうしたあの扶養義務を強化しますみたいな形で直接的に言うということはちょっと避けながらも、ぼんやりと家族の問題については国民的な議論を行きますということは、家族の問題については選挙の時はあまりスタンスを明らかにしたくないのかなということが、ちょっとこの公約集から読み取れたりはするわけですね。というような形で、何が書かれているのかと同時に、何が書かれていないのかということを読むのも、あのその政策集を読む上では重要。 こうそれから経済、そのあたりについての成果については、こういうふうにバッとこう、誇る。一方で、女性活躍推進とかいっぱい歌う一方で、女性差別撤廃とは言わないわけですね。変わってますよね。あの、障害者差別解消法とか、はい、例えばブラック差別解消法とか、ヘイトスピーチ対策法とか、そうした問題については差別をなくそうっていう話になるんだけど、女性に関しては男女共同参画とか、 女性活躍推進って言葉を使って、うん、女性差別撤廃法とかっていうのは、うん、そうは言います、ね、歌わないわけですよね。うん そのあたりのそのカラーも含めて、その政党がどういった政党なのか、いろいろ考える材料は詰まってます。多面的にぜひとも見てほしいなと思います。えっと、皆さん見ることができるそうですね。あの、ちょっと私まだ確認してないんですけど、これから選挙期間が近づいてくるにつれて、各政党が政策集、ウェブサイトで発表していくというふうに思います。まだ見れないんですけれども、これから見れるようになってくるので、皆さん参考にしていただきたい。